日産エクストレイルの5段階評価していきます。ご機嫌うるわしゅアンデルです。エクストレイルのテーマなんですけど、アクティブにレジャーを楽しむ方に向けて作られています。初代は武骨でクロスカントリー、クロカン車だったんですが、今は見た目から察するにシティ SUV、クロスオーバーという意味合いが強くなっています。で、今回紹介する車両はガソリンモデル 4WD-CVT の 20XI グレードになります。フロントのデザインの評価に入ります。シティ SUV のようなデザインになっていて、一般的な方でも受け入れやすい良いデザインだと思います。今日産が強調している V モーショングリル、 V にしてるだけじゃなくて下も V にするということで V が重なっていて、 V モーショングリルに違和感なく、かつ日産の車だという印象を与えることができていると、これは素晴らしいデザインの工夫だと思います。フロントガラスの下のワイパーがかなり低い位置にあって、ワイパーを見切れずに済むのでいいと思いますね。エンブレムもメッキ、そして V モーショングリルもメッキ、下もメッキということで、このメッキのあしらい方っていうのは上手だなと。ヘッドライトも違和感のなく、かつ SUV らしい男っぽいデザイン、内側も V の形になっていると。それではサイドのデザインの評価になります。メッキ加色がされています。 A ピラーの付け根から2本分かれていって後ろで合流する、この違和感のないメッキの入れ方、素晴らしいです。ルーフはピラーを続いた後直線的に伸びていって、そのまま直線的と、これは後部座席に乗ってる人も後ろがしぼまず積載性も失わない、かつ SUV らしいデザインになっていると。下を黒いハードプラの素材を配置することで、見た目が実際よりも車高が高く見える工夫をしている。これを入れることで、あ、実際に、あ、 SUV で走れるんだろうなというユーザーさんのイメージもなるので、この加速っていうのはテーマに対して素晴らしいアプローチだと思います。かなりフロントのオーバーハング、そしてリアも出ています。感覚としてはハリアぐらい出ていますので、デザイン同様にクロスカントリーではなく簡単なクロスオーバー、あまり走破性という面では良くないような作りになってます。続いてリアのデザインの評価に入ります。エンブレム、そしてまっすぐのこのメッキ、そして下部のメッキをすることで、フロントサイドリアのメッキのバランス非常に取れてると思います。テールランプにも V が入ってます。デザインのテーマの統一性は素晴らしいと思います。 SUV らしさを出すために、これ正面見た時に絞ってるんですね、下を。タイヤが横で見えるようになると、サイドを切りかけるとタイヤが見えるので、よりアクティブに見えると。総じてこのフロントから始まってサイドリアにかけたこのデザインの統一性、一貫性、素晴らしいと思います。それでは内装の評価に入ります。座った感じなんですけど、防水シートということで暑苦しいのかなという印象あったんですが、非常に好感を持てるシートだなというふうに思いますが、ももがちょっと上がってるんですね。少し腰痛が出やすいのかなというような印象があります。もう少し直角に近い形にしてもらうか、腰回りやおけつ回りをもう少し固めにしてほしかったなと。ダッシュボード周りはお世辞にもいいというところは言えないですね。もう少しアクティブなデザインにしてもよかったのかなと。照明見ていきます。押すとついてドア連動であったり片側だけという形なんですが、ライトが分かれているので運転席助手席に照射をするというようなライトの配置になってます。中央は遠くて届かないです。後部座席に乗る方向けなのかとは思いますが、運転席にしか座らない人であるといじれないので、もう少し手前にしてほしかったなというふうに思います。サングラスホルダーはちょっと幅が狭いですね。非常に不安定、乗っけにくいなという印象がありますね。サンバイザーは開けると照明プラス鏡になってます。素晴らしいと思います。助手席も同様に照明プラス鏡というふうになってます。メーターは右側がスピードメーターになっていて、下に燃料系と、真ん中はインフォメーションディスプレイと、そして左側はタコメーター、下は水温計というふうになってます。非常に見やすくて、悪いなという印象はありません。ただ光と当たった時にこのメーター周りメッキ加色されてしまっているので反射しやすい印象はあります。ハンドルは特徴的です。下が D 型になってます。回していくと角張ったところに来るので少し違和感があるのかなという印象があります。ハンドルの質感なんですが、触った感じ悪くないですね。比較的高級感がある方向には行ってるのかなという印象があります。スイッチ周りは押した感じは悪くないですね。クラクション見ていきます。一般的なコンパクトカーで使われている音ですね。ハンドルの調整は前後こんなもんですね。5センチぐらい、十分だと思います。上下は5センチぐらい、十分だと思いますね。ウインカーレバーは行って戻る一般的な入り方をしているので悪くないなというふうに思います。ワイパーはコンパクトカーと変わらないですね。悪くはないです。エンジンのスタートスイッチに
入ります。ハンドルから見て左側についてます。しかもワイパーレバーの後ろにあります。なのですごく押しにくいです。右側にスペースがあるのになぜという印象があります。送風口は左右中央と両方とも全閉全開のできるスイッチついてます。そしてルーバーの可動域もしっかりと動くので、この送風口素晴らしいと思います。ハザードは中央にあって押しやすい位置にあります。デザインも溶け込んでいて違和感なく、ここはいい位置にあると思います。右側の上の方にはメーターの明るさを変えるスイッチ等々があります。そして下の方にはトラクションコントロールのオフであったり、後ろの開閉っていうようなスイッチがついてます。そしてその下には ETC の入れ歯等々があります。ただこれオートのスイッチだったりエコのスイッチがあるので、ちょっと機能が煩雑についてるのかなという印象があります。その下にはボンネットと9個のレバーがあります。これは2対1にしかも引くという機能を持っているので、引き間違いあると思います。ここは良くないと思います。ドアのグリップはまっすぐから上に上がってくるようなデザインになっていて、非常に引きやすいです。ここの工夫は素晴らしいと思います。ただこの車でカーボン調を採用する意味があるのかなという印象があります。そしてピアノブラックと同様に小傷や指紋が少し目立ちます。アクティブな方に乗っていただくユーザーとしては合ってない内装のデザインになっていると思います。肘置く場所はソフトパッドになっていて、ここの質感はいいですね。ドアグリップは閉じやすかったですね。ドアを使い勝手はいいと思います。中央はナビが真ん中にドンと配置されてるんですが、少し角度が助手席側に向いているような印象があります。もう少し運転席側に向けてほしかったなという印象があります。アクティブな方が乗るのであれば、このピアノブック指紋や傷が目立ってしまうので、採用は考えるべきだったと思います。エアコンはデュアルエアコンになっていて、回した感じやクリック感はまあ良くはないですが、悪くもないという印象があります。電動パーキングついています。ただ前の方にあるのでちょっと見づらいのかなという印象があります。その後ろにブレーキホールドのスイッチがあります。シフトの触った感じは質感はあまり高いとは思えないですね。もう少し小ぶりでも良かったのかなという印象があります。中央は 2WD そして 4WD を切り替えるスイッチになります。この配置はいいなという印象があります。ただめったに使うものではないので、よく使う場所に配置している、これはどうなのかなという印象があります。電動パーキングと 4WD のスイッチの場所を変えた方が良かったんじゃないかなという印象があります。収納見ていきます。運転席のドア周りはドリンクホルダーが一つあって、横に小物が入るような空間があります。中央の前には小物が置けるような空間があるんですが、シフトノブがかなり高いのであまりアクセスはしづらいなという印象あります。そして奥にはシガーライターがあります。そして中央のドリンクホルダーが2つあります。これ中央に仕切りがあるんですが、これによってエアコンの冷風を使って飲み物を冷やすという目的でも使えます。これ素晴らしいと思います。これだけで評価1個上げたいぐらいかなという印象があります。アームレストの質感非常にいいですね。使い心地もいいですね。中の収納は、なかなか90度近く空いて、ここもいいと思います。拳は縦で 2.5 個ぐらい、奥行きも2個ぐらい。中はシガーライターがあって、下もちゃんとハードプラになっているので、濡れ物が入ったとしても拭いたりすることができるということで、使い勝手は悪くないと思います。助手席前のグローブボックスは収納力は悪くないというか、いい方だと思います。助手席側のドアポケットにも運転席同様ドリンクホルダー、そして小物というふうになってます。助手席の評価に入ります。座った感じは運転席よりやっぱり運転する気がないので、シートがかなり腰が沈んでる印象があります。なのでこれは腰の腰痛は出やすいなという印象があります。全体的な視野は助手席から見た時はあまり圧迫感はないですね。またダッシュボードも手前にこう降りてきてるので、あまり違和感なく自然に乗れるかなという印象はあります。足元空間は非常に自然で、何か足を邪魔される等はないので、ここは悪くないなという印象があります。また直線の区間がかなり長くて40センチぐらいはありますね。素晴らしいと思います。乗り降りはグッと乗った時に高いかというとそんなに高くもないので、まあ多少の慣れで大丈夫かなという印象です。後席の評価に入ります。座った感じなんですが、防水シートになっていて、前席よりかは直角に近い角度で座れるので、前席より腰の痛さはないです。視界が面白いです。ヒップポイントが非常に高くてですね、前の運転席の頭が自分の顎ぐらいの高さになっても開放感はないですが、圧迫感もないです。上から下を見下ろして景色を見るような印象になってます。頭上と足元空間見ていきます。運転席は173センチの私に合わせて調整してます。助手席は快適な位置で調整してます。頭上は拳は入らないです。平手が3枚ぐらいですね。そして膝前空間は拳が1個
号2号3号拳3号入ります。非常に膝前は十分かなという印象はあるんですが、ヒップポイントが高いのでルーフがせっかく直線的に作っているんですが通常は近いなという印象があります。特にルーフのホルダーの部分が張り出しているので少し頭が当たります。これがもう少し前席と同様のヒップポイントであれば頭上も非常に確保できてルーフも避けられたのになということで、このヒップポイントの高さは高すぎる印象があります。足元は全然当たらないです。そこは悪くないと思います。また中央のシャフトが抜けるところなんですが、ここも低めに抑えられているので3列目の人が乗っけても自然な足元になってます。ここは悪くないと思います。ドア周りの質感見ています。前席と同様にカーボン調のこの素材はもったいないなと、これじゃなくて他の素材を使ってほしかったなという印象があります。ドアグリップも前席同様に引きやすい同じようなものを使っています。収納見ています。ドア側にドリンクホルダーが1個置けます。そして中央はアームレストがあるんですね。引いてもらうと倒れてくるということで、高さも非常にいい高さにあります。ドリンクホルダーは前後に1個ずつあるので、これ前後だとどっちが俺の飲み物だっけっていう風になるので、まあ左右にできた方が嬉しかったんですが、形の都合上しょうがないのかなという印象はあります。またこれ倒すことで中央抜けるようなアームレストになっているので長物の塔で倒せるので、ここは使い勝手素晴らしいと思います。左側も同様にドリンクホルダーが1個ということで、ドリンクホルダーが4つあるような作りになってます。エアコンの吹き出しがあります。そして前閉全開もできます。ここもいいと思います。質感はまあまあ安っぽくはない、高くもないというような作りになってます。運転席の後ろ、助手席の後ろには入れる収納があります。前後ができるレバーがあります。前がこんだけ入ります。すごいですね。そして今最高端になってます。ここの自由度がとても高いですね。それだけじゃないです。後ろの背もたれを調整するレバー、これ6段階あります。かなり直角になると、この2列目の調整は素晴らしいと思います。ただこの機構を用意した上にヒップポイント上がってしまったのかなという印象があります。ただ1点不満なところがあります。後席の USB が1つもありません。せっかくアームレストの中に電源が来ているので、この下に USB の口を用意してくれてもよかったのになと。それでは荷室の評価に入ります。まずこれ開けるときが非常に分かりづらいなという印象があります。ここで1回押すとオートで開きます。頭上は拳1個以上あるので素晴らしいと思います。閉めるときはこちらにスイッチがあって電動で閉まると、まあ鍵を持った状態で近づいていって、ここの下に空気口があるんですが、この奥にセンサーがあって足をかざして逃げると、かなり狭い範囲を照射しているのでコツはあります。ここは素晴らしいなと思うんですが、結構ハッチがバンパーから外側に出てるので開ける際は気をつけていただきたいなと思います。今回ガソリン車なのでここは防水になってます。この口は比較的平らになっていて荷物は積み込みやすいなという風な印象はあるんですが、後方にかけて下がっているのでちょっと荷物が下がってきてしまうなという印象があります。荷室下はかなり空間があります。この使い勝手はいいと思います。見た目上、まあ、畳1枚はないですがかなり広い空間になってます。右側には照明があります。下にシガーライトあります。後ろから下げるときはバンパーがちょっと張り出してるんですが、足をぶつけながら下げなくちゃいけないです。何段階もリクライニングがあるので実質押せないですね。スノーボード等を持ってきて手前にあれば持ちながら倒して倒してということはできたので、このレバーの追加は必需品だと思います。どうもワイスです。今日も車中泊のレビュー、あと昼のレビューやっていきたいと思います。このエクスレイル車中泊結構できる車なので、まあ、しっかりと見ていきたいと思います。はい、後部座席を前にバタンと倒しましたが、頭しっかりついてますね。苦しさを感じるぐらいつけてますね。もう皆さん言われてると思うんですけど、この真ん中の板相当ね耐久性低いみたいなんで、ここに体重をしっかりかけるのはやめた方がいいです。でこれ改善するにはこれネットでね、この中にねあのスペーサー兼仕切り板っていうのが売ってるんで、それをね入れると耐久性が上がるみたいです。助手席をね一番前に出しました。ギリですね、ギリいけますね。ただまあ助手席とね後部座席の間に隙間あるんで、ここは工夫しないといけないんですけど、結構傾斜ついてるんですよね。みんな結構気にしてるって言うんですけど、僕は割と気になんなかったですね。まあ、個人差かもしれないです。まあ、工夫をせず斜めで寝ると確かに傾斜気になりますね。助手席のヘッドレスト取って、で一番後ろにリクライニングさせて合体した状態です。枕になりますね。あーでもダメだこれこれダメだやっぱり。どっちなんだこれダメでした。あのねヘッドレストのね入れるねプラスチック製の樹脂の部分がね
頭にガンガン当たる。これ痛いよ。昼寝レビューしていきたいと思います。あ、昼寝いいかもしれないですね。良いですね。シートが柔らかいんで寝心地はいいですね。それでは走行してきた評価になります。全体的な視野は、車両感覚は非常につかみやすかったです。それはなぜかというと、ダッシュボードはまず平らになっている、そしてボンネットもかなり見えている、張り出しているということで、そこは素晴らしいです。ですが、フロントのノーズがどれほど伸びているかは分かりづらかったです。フロントのノーズが長いなと、ホイールまでは分かるんですが、その先っていうのがつかみづらかったです。右前左前のピラーです。かなり太いです、このピラー。そしてミラーも大きいというところで、ここの四角非常に大きいです。そこは良くない点だと思います。左後ろの後方は後ろの窓ガラスも大きく、左後ろ右後ろの三角窓もあり、後部座席の窓も大きいので、後ろの見え方っていうのは悪くないです。そこはいいなというふうに思います。またですね、ルームミラーがかなり大きいんですね。なので鏡を見た時に後ろが全部見えるような形になっているので、ここは素晴らしいなという印象があります。このミラーはカメラを使って後方を見るミラーがついてるんですが、このカメラ越しでの視界というのがあまり感覚がつかみにくい、距離感がつかみにくいので、私はあまり使いたくないなという印象があります。ですが、後ろに人がいっぱい乗ってしまう、非常用として使ってもいいのかなと。じゃあ乗り心地はどうだったんだというところで、サスペンションは比較的固めな印象です。スプリングの方は、柔らかいのかなという印象なんですが、ダンパーが硬いので乗り上げた時は最終的に印象は固めであります。私はある程度好きな硬さでした。悪くないと思います。ミラーは大きいので後方を見る際はかなり良かったです。ハンドルを切り込んでいく時の走りっていうのは悪くないですし、コーナーを曲がっていく時も比較的固めなので安定して曲がっていきます。なので悪くないんですが、ハンドルが軽いので直進がかなりブレるのかなと。もう少しハンドルが重くてもいいのになという感触はあります。アクセルブレーキは自然な位置にあって悪くないです。特にアクセルは CVT なんですが、スッと上がってスッと下がる、結構リニアな、比較的、いいような加速です。ブレーキのタッチは独特です。正直硬い印象、ただ踏んでいって効かないってわけじゃないので慣れたら大丈夫なんですが、一般的な車で乗っている方ですと、このブレーキのタッチ違和感感じると思うので、フトは結構軽いです。なのでD に入れようと思って入れたら L に入ってしまう。もう少し硬くしてほしいです。今だと柔らかすぎて一番下まで下がってしまって D レンジに入らない。電動パーキング採用してるんですが、それゆえにブレーキホールドを使えるんですが、ブレーキホールドの入るタイミングが比較的遅めです。0キロになってなったな、パッて離すと効いていないので、もう少し早くブレーキホールドが入ってもいいのかなというふうに思います。それでは日産のエクストレイルの評価に入ります。評価は5段階中3です。普通ですね。非常にテーマに対して防水シートであったりアクティブな方に向けて工夫は素晴らしかったんですが、大きく2つが影響して下げてます。まず1個目のエンジンスタートスイッチは左側で使いづらいです。詳しい内容はそちらを見てください。で、2つ目はこういったユーザーさんなんですが、カーボン調であったり、ああいった素材というのは触った時に手垢がついたりとか小傷がつくので、アクティブユーザーさん向けではないです。そういったユーザーさんに向けて作っていないなということで、外装がせっかくいいのに内装が悪い、もう少しよく考えた方がいいのになという印象があります。そこの点で大きく下げてます。他は乗り味だったり悪くなかったので、詳しいダメ出しいや、いいところは動画の方をご覧ください。それでは皆さん、良いカーライフを。